来週タイトルマッチ王座統一戦を行います。赤コーナー WBC 世界フライ級チャンピオン112パウンド競泳ジム所属ユーリー・アルバチャコフ。胸に高得と描かれていますユーリー・アルバチャコフ、23戦23勝16 KO 無敗のチャンピオンです。青コーナー WBC 世界フライ級暫定チャンピオン112パウンド大国チャッチャイダッチボーイジム。27歳上り調子チャッチャイダッチボーイジム、31戦30勝1敗は有利に負けたあの1敗です。アメリカ。さあお待たせいたしました。それでは放送席をご紹介いたしましょう。放送席解説は元 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンの渡嘉敷克夫さん、そしてゲスト解説には元 WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオンの上塚克也さん、今日はダブル解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。渡嘉敷さん、はい、本当に楽しみな一戦。渡嘉敷さんはどこら辺注目してますか。やはりチャッチャイさんですか、はい、挑戦者がどこまで2年前と違ったボクシングができるか、2年前はかなり後悔してるみたいですよね。あ、そうですか。殴っていっては、守り、殴っていっては守り、その、中途半端な攻撃を、まあ、かなり、反省してるみたいで、今回は行くぞと、その後10戦やって、10勝8 KO、はい、ほとんどのクワトですから、はい、かなり今回はもう出ていくと思ってますね。はい、はい、鬼塚さんいかがですか。 OK、 今のぐらいで決めにしたアマチュアからのキャリアがあって、タイプ的にも似てるんで、はい、すごい高いレベルの、okay. あの技術戦になると思います。両選手の表情はいかがですか、ご覧になってて。そうですね、さすがにあのユーリーのあの同時なあの目つきですか、もう本当に氷のようなあの目は、やっぱり戦ってる相手はすごいプレッシャー感じるんじゃないですかね。なるほどね、さあいよいよ注目のゴング、 WBC 世界フライ級タイトルマッチ王座統一戦第1ラウンドのゴングが鳴りました。ブルーのトランクスがユーリ・アルバチャコフ、 WBC 世界フライ級チャンピオン、そして白のトランクスが WBC 世界フライ級暫定チャンピオンチャッチャイ・ダッチボーイジム。さあ渡嘉敷さん、はい、この試合ですね、ユーリは14ヶ月ぶり、はい、このあたり の、 そのブランクというのはどうでしょうね。まあ、普通の選手だったらね、やっぱりかなり感が鈍くなるんですけども、はい、あの海外でやっぱりセンスのある選手は5年ぐらいブランクあってもチャンピオンになる人もいますからね、だからあんまり有利には関係ないと思いますね。なるほど、はい、鬼塚さん、まあ、前回の試合がですね、非常にその間の取り合いというところがあったと思うんですけども、はい、そのあたり今回どうでしょうね。そうですね、もうユーリー選手は多分戦い方はあまり変わらないと思うんで、はい、チャッチャイ選手がどれだけ今回に対して仕上げてくるかなって、どういう戦い方をするかなっていうのが興味深いというか、はいはい、けどもっと足使ってメリハリつけてボクシングするかなと思ったんですけど、結構足止め合った風にしてますね。そうですね、やはり渡嘉敷さん、はい、この立ち上がりどういう風に来るかというのがね、はい、一つ、まあ、ポイント、あっと右のストレートと思うんですけどもね、はい、鬼塚さんおっしゃったように、こう足止めてますよね。そうですね、まあ、でもお互いに1ラウンドの出方を見ながら、はい、どのパンチが当たるか探ってもいけるんじゃないですか、はい、今左のいいボディです、これかなり2人とも調子がいいみたいですね。鬼塚さんに先ほどおっしゃってたように、まあ、前回非常に高度な技術戦、はい、まあ、今回もそういうところで、そのお互いのどちらの間を崩すかというところなんでしょうね。いいボディーです。ユ、はい、ーリは今のボディー、ね、研究してきてますからね、はい、ワンツーから右のフォロー、ユーリも挑戦者の右をちょっと軽くもらってますね、はい、前回はもらわなかったんですけどね、はい、チャッチャイ選手は前回の戦い方よりも今回はもうさらになんか自信つけたような地に足がついてるっていうのが、すごいこう目つきも慌ててないっていう、ワンツーワンツーワンツーから右、意外に振ってますよ。確かにおっしゃる通り、前回とはちょっと感じ違いますね、もう顔つき自体がなんか慌ててないっていうか、もう自信、
本当にどっちがチャンピオンかわからないっていうか、はい、なるほど。小橋さん、さすがにその2年間でね、はい、10戦して 8KO ですか、10勝 8KO、はい、右のストレート、はい、上ノックを返しました。このあたりのそのこれはね、やっぱり、やはり前回足を使ったりしてね、守りの中心だったから、今回あれ、それを後悔してますから出ていこうと思ってるんですよね、はい、当てに行ってますもん。お互いに似たようなタイプ、右のストレート、これは軽くヒットします。有利はこれに乗らない方がいいですよ、はい、ワンツー、ワンツー当たっていません。ここで第1ラウンドが終了しました。第1ラウンド、渡嘉敷さんの採点は10対9でチャッチャイが取っています。両者の体格比較です。有利アルバチャコフ選手162センチに対してチャッチャイが158、脅威はチャッチャイが上回っています。そして視力が、鬼塚さん、有利選手がですね、去年の戸口戦と比べて半分に落ちてるんですよ、視力が。このあたりっていうのはどうですか。半分以下どうですかね、もう選手じゃないとわからないんで、ただタイミングも測って戦うんで、そこ心配はないとは思うんですけど、うん、あ、なるほどね、あ、いつもより、ね、有利選手が、ね、接近して戦ってるんですよ、それはやっぱり、セリフの悪い選手かね。あ、そうですか、はい、そういうところって、渡嘉敷さん、やはり影響あるもんですか。うん、まあ、視力、僕はまあ良かったんで、ちょっと分かりませんけども、だいぶ接近して近づいてるんですよね、なるほどね、打ち合ってるんですよ。はい、この右は軽くヒットした感じです。だ、前回と違ってチャッチャイが出てくるんで、はい、右のショートカウンターは当てやすいですよね。岡島さん、逆に言いますと有利としても倒すチャンスはあるということでしょうかね。そうですね、その代わり、まあ、もらうチャンスもある、あ、もらうこともあるということですよね。はい、ワンツーです。ストレートをボディへ持っていきました、チャッチャイ。久保田さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイトですが、はい、有利の控室の表情なんですけれども、到着しましてすぐには体を全く動かしませんで、しばらく腰を落ち着けていました、はい、そしてゴングをあと45分と迫ったところでようやくジャージを着たまま軽くウォームアップを始めています。ちょっとバランスオフでした、はい、ちょっと有利イライラ来てますよ、もう少し落ち着いた方がいいですよ、はい、もうすぐ左カップから右をフォローしていきます。いや、鬼塚さん、ちょっと有利がいつもの立ち上がりと違うみたいですね。右、そうですね、チャッチャイ選手、当て感がいいですね。あ、なるほどね、タイミングよく当てていると思います、はい、もう有利の引き際、打った引き際を狙ってきてるんで、はい、有利選手も軽いですけど回ってるんだと思います、はいはい、ストレートをボディへ持っていきます。少し足を使いました、リングの中央、これ離れてね、ジャブからついてね、あと中に入ったらボディを打つ、はい、そういう作戦を取らないと、上ばっかり見てるとね、結構カウンターできますからね。なるほどね。今日の有利サイドのリポーターは小島秀樹アナウンサー、そしてチャッチャイサイドのリポーターは小田隆博アナウンサーです。久保田さん、はい、このチャッチャイサイドなんですけれどもね、チャッチャイは試合開始3時間20分前に会場に姿を現したんですよ、我々に最初に見せてくれたのは余裕の笑顔でした。なるほど、じっくりと時間をかけて最後の調整を行ったチャッチャイ、はい、トレーナーも2年前の有利との対戦直前はちょっと疲れていたけれども、今回は完璧であると、はい、100% 勝つと気持ちを代弁していました、はい、左のボディを狙っていきました。出てきますね、左のフックです。有利は体を振ります、左のフック、ストレートボディへ、ストレートまたボディへ、またボディです。3発です。今度は上、これが出てきてますよ、さあ有利のジャブで返した方がいいですね、はい、やっぱり試合感覚ですかね、はい、ちょっともらえますね。本人はそのあたりは全く心配ないというふうに自信を持って話していましたが、第2ラウンド終了しました。第2ラウンドの採点は渡嘉敷さん10対10イーブンです。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ王座統一戦、こちら有利です。鬼塚さん、有利がですね、立ち上がりちょっと前回とは違うぞと、そしてちょっとペースじゃないぞというような感じ、私は見えるんですがね、どうでしょう。そうですね、チャッチャイ選手すごいいい状況で仕上げてきてますね。今のその距離はどうなんですか、やはりチャッチャイの距離ですか。そうですね、有利選手、軽く出してる左でね、全てのパンチを測ってると思うんですよ、はい、レーダーにして、はいはい、それをですね、あのジャブ測らせないうちにもうパンチ出したり、引き際を狙ってるんで、はい、次に測って次に出すパンチを、出せる間を与えないんですけど、はい、
ちっちゃいのあの左のカウンター危ないですよ、はい、気をつけた方がいいですよ。もう少しねやっぱりボディ狙ってね上下に動いた方がいいですね。あ、なるほどね。カウンター取りやすいですよその方が。しかし渡嘉敷さん相変わらずあのガードはちっちゃい高いですね、はい、そうですね、両ガードね非常に高くでもね左のボディはねあのガードが空いてるんですよ、はい、右が上がるんで、はい、それを、ね、有利練習来てますしてきてますからね。はい、小田さん、はい、自民コーチもそのあたり指示していますね、ボディ攻撃を中心に行けと言っています。そして常に右は準備しておけと強調しました。なるほど、ストレートを持っていきましたがこれはブロックしています。またワンツー届きません。ちゃっちゃいがね、あの意外に足を使わないんですよ。そうですね、今回は、はい、もう自信持って前に出てますね。逆に有利の方が少し足を使うような感じですよね。そうですね、左は飛び込んでいっての左です。しかし相手の左を打ち返した左ドック、これはガードしています。有利はガードしています。有利の左はヒットしました。ワンツー届いていない。鬼塚さん、はい、右のストレートは届いていそうで届いてませんね、ちゃっちゃいはね。そうですね、軽く上にかぶせるだけで、